三浦霧は、江戸時代中期の大名。三河国刈谷藩三代藩主、後三河西尾藩初代藩主。三正国勝山藩三浦家、第五代。元禄九年、日向延岡藩主、三浦明隆氏の逸夫として、延岡で生まれる。父の後は、兄の名隆氏が継いでいたが、兄の実子が創生し、残っていた三男、秋継も、幼少のため、 教法11年に、兄の死去により、その養子となって、家徳を継ぎ、刈谷藩主となる。延教元年5月15日に46歳にして、創社版に任じられ、延教2年12月21日に、江戸城西の丸若年寄りに任じられた。延教4年2月11日に、三河西尾に違法される。寛延二年六月末に、西の丸若年寄を辞任し、隠居、家徳を、 自身の養子とした秋継ぐに譲る。また、上村千吉の事件に際し、一族で五千国の大見畑元三浦次が、大目付に対し起承を行ったことを咎められ、改役となった一件に際し、次は、下佐小賀藩主、本田正明にお預けとなったが、その、息子院次は、義理のもとに預けられた。西尾藩では内政に力を注ぎ、法暦元年には、検知、 神殿開発などを行って、増収に努めている。一方、家中では、兄の子である秋継が成長し、家臣団が義理と秋継の派閥に分かれて、家徳をめぐって争うなどの混乱も起きている。法暦6年7月3日に死去した。去年61、後を秋継が継いだ。ありがとうございます。